さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。クレヨンしんちゃん、墨の町の城やっていきましょうか。さあ今からね、よそいさんに、新しい名物料理さんに行きましょう。なんかね、真ん中にあるね、東京タワーみたいなタワーを見て、しんちゃんは名物料理を思いついたらしい。なんだろうね。うん、ちょっとね、料理作れ系のイベントもクエストもね、溜まってるのでね、ちょっとそれも報告も兼ねてやっていきたいなと思います。特になんもないね、ここは。オッケー。じゃあ、よそいのとこ行こうか。よそいさん、来たよー、すみちゃん。いい料理を見ついた。よそいさん、楽しみにしてたよ。私も楽しみ。しんちゃん、アイディアマンだね。マジで。ちょっと待って、先に、お兄さん何食べたい？人生あってさ、失恋の傷を癒してくれる料理ってある？失恋の傷を癒してくれる料理とかないと思うけど。ねえ。で、なんだろう、失恋の味？そんな料理ある？ねえ。どか食いしたいってことかな？ねえ、ドン。これ、もつ焼き食べろ。うまい飯食ったら大丈夫だから。飯食えば。ほんま。うん。やけ食いよな、基本。ほら、食いな、もつ焼き丼よ。もう今だったら特に口臭も気にならんやろ。ニンニクもたっぷりや。こういうのもありだね。ちゃうかったんかな。よそいさん。それだよ。おお、それはいいアイデアだね。斬新で、あたりが好きだよ。しんちゃんの食材こんな感じかい？お、墨の町の名物料理。比内地鶏がない。うわ、比内地鶏ってさ、高井空くんがさ、空くんが確か、その比内地鶏カレーやってたよね、確か。あ、ありがとう、180円。料理作りたいな。しんちゃん最高の食材よろしくね。だけど、その前に、こちら、親父おすすめ冷たいやつ。よろしくお願いします。ヒヤッとしたやつ。ヒヤッとしてつるっといけるやつ。おなしゃす。ヒヤつる、うまどか。山わさびの、とろひやそば。俺、そば苦手なんだよね。うん。ご注文しないでよ。おいじゃねえか、ボス。さっぱりねばとろでツーンとくる。これ最高じゃねえか。俺はしっかり宣伝しておいてやるぜ。これはお題からのお立ちんだ。遠慮して取っとけよっていう。おい、400円あれだと。おじいちゃん、お小遣い、助かるわ、マジで。ウーバーしんちゃんの、ねえ、配送料ですね、これ。ウーバーしんちゃん。シロ、どうした？シロ、なんかあったか？どこ行くんや？すげえ戻るな、シロ。あった。なんだこれ。あ、真空管。さあ、おじさんまだなんかあんの？おいおーず、山わさびととろひやそばは我ながらナイスアイディアだろう。が、よそやつもメニューが増えて喜んでんじゃねえか。でも、俺のアイディア聞きたいか？聞きてえよな。おお、聞きてえぞ。遠慮すなポーズ。次は若いお嬢ちゃんたちも喜びそうなメニューだ。何それ？ちょっと耳貸しな。何？甘いもん。今度もいい線ついてんだろ。あの人はこういうのが必要なんだよ。どうだ、作ってみねえか？オッケー。でもメニュー増えたらおかみさん大変じゃないの？ね、頑張れよ、ボズ。さあ、アイディア料理2番です。唐辛子がいる。ねえ、柔らかい小魚とシャキシャキの野菜がいるね。なんだろう、何作るんだろうね、これ。よし、まあ、とりあえず次の料理も作っちゃいましょうか。もう1個作れたよね、確か。お品書き。これね、うん、一品。約束のうな丼。きた。これね、大曲がらないうなぎっていう、とんでもねえ大変なものを作ってきたやつ。マジ時間かかった、作るの。するの時間かかったやつ。あ、気が狂いそうになりながら釣ってたやつ。うわー、うな丼だ。これはごちそうよ。3000円です、これ。ご注文の料理だと。うな丼だよね。こんなもん、他のもん頼んでねえぞ。ガンさんから、スカリバちゃんにだぞ。ガンが約束したって言ってたぞ。まったくガンのやつ、あんな昔の約束今になって覚えてるとはな。ガンに言ってやってくれ。こんなことしてる暇あったらしっかり炭鉱掘れたよ。ありがとうよ。よく味わっていただくな。あ、800円ももらった。高いもんな。ガンさんの思い出の料理、約束の味でしっかりできたかな。よいしょ。ちょっとお風呂入っとこうか。うん、お風呂は定期的に入りましょう。ガンさん届けたよ。いるガンさん。ガンさんたまにおらんからな。お風呂行ったらいないわ。裏手親父だ。なあ、もう今度トロックレース始めたのか。街の噂だってるぜ。あのレースはよう、もともと炭鉱医たちの技能を高めるために競技だったらしいんだ。それが今やこの街が誇る一大エンターテインメントってやつだ。もちろんだけど、すなよ、ボス。ういっす。ははーい。街の人気者だからね。オラは人気者。これ古いな、この歌多分。じじゃあね、次もう一個作れるかな。勝負飯みたいなやつだっけ。勝負飯。はい。あ、裏手親父みたいなやついるじゃん。俺はせっかちだからパッと出てきてパッと食べられる料理あるかい。せっかちおじさん向きの料理だって。ねえ。そばとかパッと出てパッと食べられない。ダメかな。これ。そばよ。もうパッとスキップしてやるよ。パッ食ってきた。どうだそばだぜ。こいつも名じゃねえか。違ったみたいです。なんでだよ。レースに強い勝負飯。これカツカレーだよな。どう考えても。カツカレーいっちゃおう。あいよっと。カツカレー俺も食べたいっす。野菜カレーよりもカツカレーがいい。チキンカツカレースパ米じゃないんだ。そちらだとおお今話題のシミニューチキンカツカレースパじゃん。ねえ、俺らが作ったんだぞ。うまそう食べてみたかったんだよ、これって。で、差し入れて誰からだよ。そんなやぶなこと聞くんでねえよ。すっかりばあちゃんが言ってたぞ。ばあちゃんがレースに強くなる勝負飯作ってやってくれってよ。ばあちゃん、そんなことを。やぶなことってなんだ。しなくてもいいこともあるってことさ、きっと。ありがたくいただくぜ。言っちゃったよ、しんちゃん。1000円ももらったよ。金持ちだな、このキッズ。お金持っとんのか。ほら、お金よこせ。それ以上、登録さん、大丈夫かな。どうしたの。何言ってんだぞ。ねえ、しんのすけか。お前、ねえ、登録さんに勝ったろ。うん。大したことなかったぞ。それ言うなよ。登録さん、ショックだったんだ。登録。みんなの前では平気な顔してるけど、一人になるとため息ばかりついて、全然元気ねえんだ。お前、うまいもん作るの得意だし、なんか元気になるよりねえか。任せとけよ。肩を落とした。登録さんの背中、もう見てらんなくてよ。考えてやってくれ。オッケー。ありがとな。ありがとよ。何さあ、登録さんの元気メニュー、何がいいの材料は。あ、足りない。山わさびだ。うわ、山わさびどこで取れるんだ。やあ、しんのすけ君、君には才能があるんだって。分かった。知ってる。分かった、知ってる。ねえ。これにしようかな。ねえ、エースジェット号2号。かっこよーい。フロントのパーツもそろそろ、これ欲しいんだけどな。琥珀が1個足んない。ねこの辺りつけたいとこだけど、琥珀が3つ足らない。琥珀頑張って作んなきゃな。レース増えてないよね。ちょっと待って、レース確認させて。トロッコレース。琥珀くれるレースとかないの。琥珀くれるレース。ねえ、もう全部終わってんだよね。琥珀くれるレースはないんだ。そらそうか。琥珀高いもんな。3箇所で一応なんかあんな風にね、鉱石はもらえるからね。あれ眠くなってきたぞ。炭の町で遊びすぎたぞ。ちょうど帰ろうと思ったんですよ。よかった。でもこれでだいぶ次集めるものが分かったね。山わさび。そして、唐辛子。山わさび、唐辛子。あとなんだっけ、比内地鶏か。結構いるな。比内地鶏多分空くんだと思うんだけどな。流星群見に行くついでに、比内地鶏欲しいぞとか言ったらくれねえかな。多分くれると思う。食後の運動。白と遊んでます。いいな、白と。白もしんちゃんと遊べて、嬉しいやろ。よし。では、夜でーす。どうするべミスター、何してる今日は。相変わらずテレビ見てるな。今、元気かいや。元気やな、こりゃ。よし。じゃあ、行くか。白今日も冒険だ。夜の冒険の部だ。山わさびを探そう。多分ない。見つかんないよな、山わさびは。さすがに。お姉さん、デートした?そろそろ。まだしてない?あ、しんのすけさん!すいません、ぼーっとしてました。デートのこと考えてたでしょ、絶対。いい夜ですね。ちょっと服、おしゃれしていきや。もうちょっと。いい格好していきや、絶対。バッチリ記録しました。なんか集めたっけ、俺。あ!全種類登録されたよー!長芋!この調子でお願いします。山の芋科の野菜でとろろの原料とかった形で、シュウ酸カルシウムがチクチク刺さるので痒くなりやすいぞーっていう。だって。うわー、コンプリートいい揃ってきたぞ。あ、右下じゃなくて左下、唐辛子。ナス科の野菜で、緑黄色野菜の一つだ。食べても辛い。粉末も辛い。全部辛い。全部辛いらしい。あとちょっとでコンプリートじゃん。俺今作コンプリートできんじゃねえのマジで。オッケー。500万円、売れピッピじゃん。結構集まったね。多分だけど俺もうね、これじゃないわ。どこだっけ、これメニューこれだ。達成物もだいぶ終わってんじゃねえの。王冠マークがあと2匹。ガラクタを300個取るエグ。野菜を全部育てろ。これいける。野菜を収穫いける絶対これも。みそので注文30回。あ、これちゃんとやらなあかんな。で、お風呂あと5回。トロッコパーツ全部入手しなあかんのかこれ、トロッコよ。トロッコ。頑張りますわ、これ。トロッコか。大曲がらない村と、隅の町の椅子に全て座るって。ちょっと待って、椅子に座るっていいでいいっすか。意外と、座ってないかもしれないから、ちょっと今後は、ね、ちょい座りしていきながら、人生過ごしていこうかなと思います。ちょい座り人生。お、誰かいる？あ、子供たちがいる？もしかして。あ！なんかびっくりマーク出てるぞ。一人旅か。僕は村から出たことないから憧れるよ。子供たちに群がられてんじゃん。大人だったら、そら兄ちゃんみたいに世界を見に行きたい。いいね。そら兄ちゃんの話すっごく面白いんだぜ。モテモテじゃん。機内地鶏分けてほしいっていいよ。お安いご用さ。何を作るんだい？わかんない。やったー！機内地鶏だ！分けてくれたよ。そのお兄さんいい人だな。お金払うよ。旅の話をするといろんな思い出が蘇ってくるよっていうね。ここ座ったことあったよね確か。こういうところに今後もちゃんと座っていきましょうってことだね。あーし、これでしんちゃん料理作れんじゃん。今日マジ料理会だな。いっぱい料理できてしんちゃん満足です。あー、眠くなってきたぞ。久しぶりになんか眠くなるまで動いたなしんちゃん。でもそんな動いてないんだけどな。そらくんとこ行って一周回ってきたぐらいなんだけどな。ね、それで眠くなるんだろうね、やっぱ。キッズなんで。すごい寝相だな。誰に似たんだ？反対になってるよ。すごい。でも俺もたまにこんなことなるよ。うん。俺も寝相悪いかもしれない。でもたまになんだよね。夏だけかもしれない。夏だけ。冬は動かないよ、寒いから、多分。おはようございます。眠。よし、やるか。さてと、また洗濯のところから。さあ、これで、今日ね、畑多分だいぶできると思うので、畑、ガツガツと進めていこう。そして、比内地鶏前回ゲットしたから、前回というか先日ゲットしたから、そのあたりも見ていきたいね。うい。おい、しんちゃん。しんちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんまだ、もしかして、唐辛子かな。ひまちゃん、ここでの生活覚えてくれてるかの？ひま、何歳だっけひま。覚えてないって言ってたひま。遊んでてパパと会うことある？お仕事順調なのかしら？パパ元気してるかな？パパ仕事してる？本当にパパって心配だよ。ひろしずっとなんか家でリモートしてるじゃん。ねえ、リモート会議しかしてない。田舎引っ越してきたのに。埼玉でもできたのではって思うけど、でも住宅手当あるから逆にこっちでいいのかな。ひろし喜んでます。よし、さてじゃあ今からまたチェックしていきましょうかね。こちら、はい、さあこちらどうだ、できてるか。お、できてんじゃん。よいしょ。さあキャベツベーキャーです。ベーキャータラの芽、あ、いいねタラの芽。でもわさびだけ欲しいの今。トロガロシ、白菜、ほうれん草、長芋、今作ってるよね、多分。トウモロコシ、長芋ばっかだな、作ってんの。今何が足りないんだろう、材料。ほうれん草を作ってる、白菜も作ってるか？白菜作ってるっけ？わかんない。で、この辺で作ったらなくなるもんな。白菜作っとこうかな、追加で。白菜。唐辛子もめっちゃいる。唐辛子、白菜。どっち作ろう？どっちのが早いんだっけ？遅い。唐辛子向こう作ってたっけな？ちょっとわかんねえな。唐辛子。ちょっと作っとこうかな、唐辛子。ここでも。唐辛子。うい。遅いんだったら早いとこで作った方が良いでしょう。よいしょ。よいしょ、しんちゃんご苦労さん。うんしょして。よし。さあ、あとはわさびだっけ？わさび持ってたっけ？山わさびだよね。欲しいのが。元気の出る料理。で、長芋がまだ足りない。唐辛子。わさび探そう。わさびどこしろ？この辺落ちてないわさび。奈良竹。ないたけーってやつ。シロが見つけてくれたらいいんだけどな、ほんと。で、掲示板チェック。はい。あ、キャベツいいね。キャベツもらいましょう。白菜交換してくれるじゃん、ヤマベ。熱い。これ。一応右。これ、白菜欲しいっす。マジサンキュー。キャベツともつ。キャベツってなんかある ?18 個ある。キャベツ結構持ってんだ。いいじゃん、キャベツも。オッケー、もつ交換しよう。で、茨富代富代と交換した。富代カレーになった。ありがとう。ぶなしめじ、いややめとこうかな。ねえ、持ってない。何この魚。曲がらないモロコ持ってないのかな、この魚。まだ持ってねえ魚いるってことよ、ほんと。ウィース。さて、買いたいものはありますか？とりあえず玉ねぎが買っとこうかな。はい、うん、玉ねぎ数ないし。カレーとかは買わなくていいか、別に。牛乳とかも。これ買えるから、買いたいときに買いましょう。よし、オッケーかな。あら、じっちゃん、久しぶり。わしの小さい頃はよく素手で虫や魚を捕まえた。魚素手って無理じゃない？ねえ、すごいよね、銀ちゃん。うっす。田んぼの人か。椅子座んなきゃいけないんだけどな。みんないる。銀ちゃんとは学校同じなんだってよっていう学校おじさん。学校つまみにしてなー。なんもないや、これも。元気してる？比内地鶏、役に立つといいね。あ、ごめん。それを届けに行かなきゃいけないね、早く。比内地鶏。おい。でもちょっと待って。まず、このこっち。プリンスたちに俺は会いに来てんだ、エースと。最後のクエストやりてえんだ、俺は。よう、元気？しんのすけ来ると思ったぜ。分かってるだろう、しんのすけ。この僕、いや、プリンスからの最後の挑戦、受け出す準備できてるな。最後の挑戦、それはこの村ですから、失礼ですから、全種類釣ってくることは無理だ。姉ちゃん、いや、先代のリーダー、黒アゲハが言うには、この村には34種類の魚がいるんだ。プリンスを言われた僕でさえ、33種類しか捕まえたことがねえ。俺32種類まだ。しんのすけ、僕を超えられるかい？全種類釣れるかな。釣りのプリンス。いや、これは苦しい。だ、これ虫だろうな、全種類の。来ると思ったぜ。エースからの最後の挑戦状だ。それは。なんだい？全種類は無理だよ、これ。何種類いんの？ね、44種類。マジかよ。40種類。俺42種類だ。俺の勝ち。もう超えてます。超えてます。エースは超えてた。プリンスには超えれんかったけどな。だいぶきついな。てか俺わさび欲しいんだけどな。わさびがどこにあるかわかんねえんだよな、これ。ほんとねえ、多分山にあると思うんだけど、さすがに。カレーもいいけど甘いお菓子のキッチンカーも憧れちゃうよね。そのさん、甘いお菓子作ってくれないかしらって。わかる。作ってほしいね。お菓子カーも嬉しいかも。チュロスとか売ってほしい。多分こういうとこなんだろうな、魚は多分釣ってないのって。なんか釣れないかな。へい。おい、マジで釣れた。赤座お前も鬼にならないか。しんのすけ、鬼はいいぞ。え、あと1種類っすね、これで。あと1種類。それが多分、大曲がりなんか銀なんとかなんとかだと思うんだよね、あと1体が。ねえ、ここの魚全部釣るだけ、たまにやっておきましょう。多分ここか。あの沢かは川の部分だと思うんだよね、釣ってない魚って。あと多分ここだと思うんだよね、釣ってない魚って。ここか滝んところ、どっちかだから、滝んところ全部釣ってここも全部釣るってのは通りがかるたびにやることだけ癖づけておこうかなと思います。まあでも川魚だからいないかな、ここって。わかんねえや。で、山わさび探しながらね。うん、さあ、墨の町です。ここでとりあえずよそいさんのやつだけ終わらせちゃいましょうか。あら、とっても繁盛してきたよ。めちゃ客おる。ここまで繁盛するのはしんちゃんのおかげだよ。俺だよ。1000円もらった、ありがとう。よそいさん、めっちゃあるじゃん。健康に使っている野菜料理あるかしら。いやー、野菜料理ってのはね、どれがいい？野菜料理。これ野菜ラーメンかな。野菜ラーメンぐらいしかないよな、多分。良さげないよ。おかみ野菜カレーでもいいけど、野菜カレーかな。よし、カレーにしよう。カレーいっぱい食べれっから、野菜カレーだと思う。うまいっす。どうぞ。すごい大当たり、これが食べたかったのだって。いやしー。250円ちょうだい。450円もある。くれすぎだって怖い。逆に怖い。くれすぎて怖い。新しいメニュー。カレーの元が足んないんす。いや、マジか。カレーがなかった俺。やっちまったっすか俺。やっちまったっすか俺。ちょっとこれ見ます。こんにちは。だってまたいろいろやりましょう。水晶で。やったです。観覧席もたくさんあります。やりました。ねこれ。おみカマカミキリムシ最高です。真空管。翡翠原石。いや、ダメ。絶対やだ。虫。野菜はあげない。多くあがったもやだ。あげない。そういうことか。お風呂入ろうっと。お裏手の親父だ。おー町の噂立ってるぜ。あ、これ前聞いた。おい。おじいちゃん、同じこと話さないで、昨日も聞いたよ、その話。うん。やばい。もう、夕方になってる。まずい、これ。ちょっと、ミスっただけで時間が一気に過ぎちゃった。あっちの世界行っちゃうと、待って、待って、待って、見たことない虫これもしかして。え、違う？大黒黄金。あ、待って、虫コンプリートしたんちゃうこれだよ。もしかして。え？来た、ついに。虫コンプっすか？カレー買います、とりあえず。いいっす。オッケーオッケーオッケー。え、マジ虫コンプ？虫コンプだったらそれでいいぞ。うまく喋れてますか？大丈夫？ソラ君とやっぱ喋るの緊張してんだろうな。バッチリ記録しました。どや？あ、まだ終わってないの？あとちょっとだ。うわ、あ、こっちがまだあと2種類。あれ？そうなの？ねえ、でも大黒なんとか見てなかった。サイのような角が特徴的な黄金虫だよって。動物のうんちを食べる糞虫の仲間だ。うんころがしまってうんちを丸めないよっていう。ねえ、赤座釣ったよね、ここで。赤座。どこだ、赤座。いた、赤座。天切れで割れる日本固有の魚だ。背びれと胸びれにトゲを持っていて刺さると痛いぞーっていう。そんな魚でした。あと2匹だ。俺違った。32種類だった。で、43種類だから。だいぶ揃ってんな、俺。ね。いや、ちょっと、あとちょっとなんだよね、これ。なんだろうね、あと少しって。それはホタルも、いや、もうあげるよ、全部。全部あげるよ、お姉さん。よろしくお願いします。よし、カレー代は稼げたね、これで。これ、間に合うかな？え、ちょっと、なんか、並んでないお客さん。え？え、激満員じゃん。スーパー人気店になってる、ここ。あ、子供もいる。よ、元気か？ご飯があるからおやつにぴったりな料理ある。おやつにぴったりな料理。おやつ？そうだ、ないだろ。おやつとか作ってないよ。あー、多分これダメだ。アイディア料理みたいだ。多分。で、晩ご飯まで、軽めなものにしとくよ。で、とりあえず、塩焼き、きりたんぽ汁、全部カロリー高そうやけど。で、いや、そば食っとけ、そば。子供絶対嫌いやけど。食え、そば食え、そば。俺嫌いだけど。で、よいしょ。好んで食べませんか、私は。うまいだろ、そばも。ずずずずって。何食べても美味しいわけ。よかった。とりあえず、やっちゃいましょうか。名物料理。これ何できんだろうな。きりたんぽタワーだと思う、俺。カレーきりたんぽ。おお鳥たんぽカレーすげえねぎま？すごいじゃないか。この町の大櫓をヒントにするのは考えたもんだね。これ話題になりそうなあとでしんちゃん。町の名物料理。すごい料理できたね。よそいさんありがとう。ありがとね。しんちゃんってありがとう。いやどうだしました。100円くれた。だいぶ単価上がってきたな。鳥たんぽカレーだよ。見て鳥たんぽカレーこれ。で、住の町のシンボル、大櫓をイメージに懐かしさと高級感あふれる素材を仕上げた新しい名物メニュー。でも、きりたんぽとカレーって結構合いそうな気する。ね、きりたんぽって、お米系じゃないの？お米を練ったやつじゃないの？わかんない。ごめんなさい、わかんないです。きりたんぽって何ですか？きりたんぽって何ですか？わかってないか、俺。うん。さすが、しんちゃん絶対流行るよ、鳥たんぽカレー。さあ、もう、これで多分夜が来るので、今回ここまでにしとこうかな。よし。で、皆さん、チャンネル登録してください。チャンネル登録、高評価よろしく。さあ、次回はまた夜を迎えて、翌日になったところで、野菜の収穫して、またクエストを進めたりとか、できるなら進めていきましょう。メインストーリーも進行するはずです。どうなるのか、お楽しみに。それではまた次の動画で、ライダーでした。おつぱいや。